ということで、いただきチャンネルをご覧の皆様、おはようございます。サスケです。そしてピュータです。ということで、本日はやってまいりました2022年5月5日、 GO!GO! といえば皆さんお分かりですね、アラジンエースクラシックの日でございます。はい、ということで、初めてやってまいりましたいただきチャンネルとしては、兵庫県にございますスロット機構な伊丹店。ただこのお店、実は私縁もゆかりもございまして、初めてあの巨匠木村魚拓大先生と、そしてシーサさんとジャンバリのね、番組を初共演させていただいたのがこちらのお店だったと。ゴールデンウィーク真っ只中、5月5日、私の抽選番号が23番、まだ入場もしておりません。ですが大きい声で言ってもライバルは増えないでしょう。アラジンエースクラシック打ちます。3台なんですけど、まあ5月5日さすがにマイジャグでしょ。みんなマイジャグかアイムジャグラーか知らないけど、はい。であと番長ゼロがね、これあのここだけの話なんですけど、昨日打ったんですけど設定入ってたんですよ。なんだったら積もりまして、はい、私はアラジン今のところ74,747ゲーム回してますんで、まあ今日で8万ゲームぐらいいくでしょう。まだまだ試行回数足りないですけど、ちなみにまだ負けてるんですよ。10万ぐらい負けてるんで、はい、プラスになるようにやりたいと思います。よろしくお願いします。さて、はい、いってくそくいって、これ持ってかれたいやでも弾は不正だわ、ここを全体的に持ってかれたけどおはようございます。おはようございます。さあ番長行き、ジャグラー行き、あ、アラジン、え、マジ危な、真ん中しか空いてない。狙いはどっちかの角だったんだけどということで参りましょう。いや危なかったね。23番入場とはいえよ、3台あるアラジンエースクラシック、まさかのラス1でした。アス1は引き戻しか状態超ロングの2択あか、まあ何でもない通常かです。通常だとしてもフェイクには行きますんで、まあ20ゲームぐらいは必ず騒がしいと。あ、かつあの有力感以降なんで裏モードへの、突入抽選もしておると。状態超ロングかつ裏モードスタートが理想の朝一ですね。いきなり SAC か裏 AC が出てきて、それ以降なぜかバッハが流れるという。朝一ここがつくこともあるのよ。ここがつくと、まあ、広角引き戻し、かつ裏モードっていうのが仮天井発動までのコイン持ち鬼のように悪いんで、今20ゲーム経過ね。これで有力感移行後20ゲーム、はい。ここから基本フェイクはね大体20までなんで、ここから騒がしくなくなるんですよ。でも前その騒がしくなくなって10ゲームぐらいしたところで突然当たって、なんでまだいたっていうねケースもあるんで、ペナルティの内容がちょっと分かってないんだよね。この台、まあ、AT 機で押し順の月星が中ファースト右ファーストの頻度が圧倒的に高いんですよね。で左ファースト月星はだいぶ少ないんで、まあ、それで通常時のコイン持ちを落として AT 中はまあ純増 2.9 枚になるようにしてあるんだけど、だから通常時も中ファースト右ファーストで変則打ちすると月星がちょこちょこ取れてコイン持ちがまあ抜群に上がるわけですよ。ただもちろんそうなっちゃったら出玉性能が変わっちゃうんで、何らかの内部的にマイナス要素が働いてるはずなんだけど、お店でやるにはかなりリスクが大きいんだけど内容が分かってないですよね。例えば有力感天井ナイス3チェ43ゲーム、有力感天井までもうあと例えば50ゲームとかってなった時にもうええわってなって、ランプだよ、あーっと上がってる広角、え、長くないちょっと今のため、そんなことない、あ、単チェとりあえず1の1、そんなプレミアない、あのあいつのためが長いって。うわい、これで当たったまである。これ当てないと、当てたら幸先マジでいい。そうで、そのペナルティの内容が分かれば状況によっては、まあちょっとでもねコイン持ちを上げるペナルティっていうのも戦略的にありなのかなと思うけど、まあ大体そういうのってうまみがないようにはなってるんだけど、6号機って規制とかいろいろ厳しいからさ、ペナルティの内容まで労力を避けなかった、みんなビビってどうせペナラン野郎的なことがあるのかななんてちょっとだけ考えたりするんだけど、まあペナった時に得られる恩恵なんて押し順月星が揃うかもしれないぐらいだから、そこまででもないんだよね多分。だけど押し順月星を揃えられなければ、払い出しを受けなければおそらくノーペナルティだと思うんだよね、凱旋とかと一緒で。としてもちょっと待って、落ちてない
おい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 、朝一 60% 早速外しました。おい、タンチェいいよ。98ゲーム。うわっつ、あっつ、これタンチェでいいよ。2連続タンチェ、1個目のタンチェで上がってればもうここで当たったまである。当たってないってことは、これ当たってないんで、ってことは1個目のタンチェが上がってなかった説もあるし、いやーこれちょっと、これ2個とも上がってないと困るな。広角の確認が取れない。いたたたたー、いやあれはさすがに上がってないな、2個とも。まあ少なくとも1個は上がってない。いやなんかレアつきまし、朝一アラジン全埋まりスタートなんて見ないから新鮮。でもめちゃめちゃ抽選並びまくってもう空き台がないみたいな状況ならわかるんだけど、混雑し合ってない中でアラジンが埋まるって。ここで1万円か、早いな本当に。裏モードプラスとか認識してみたいよね。魔法のランプが光った時に音が鳴る。他にもなんか2回ピカピカってついたりとか、なんかね何パターンかあるらしいんだけど、ユリカン攻防310ゲーム、10ゲーム 25% 取る。うーわー、もういやー、これは幸先悪いな。仮天井外しました。クラシック、まあ本日5月5日時点で今インターネットに載ってることはね全部頭に入ってると思うんだ。だからこう調べることあんまないと思う。なんかクイズある、クイズ、あのサイト見ながら出してくれてもいいよ。ああマジで頭に入ってると思う。じゃあ初級、初級はい、設定位置の探偵理確率138分の1。137.9分の1。いや138.0分の1でした。お前ふざけんね、まずそれは合ってんじゃんお前、あ、あとはあ、びっくりしたわ。じゃあ、はい、初級編、はい、2問目、3連チェリー、ああの確率3連チェリー 81.6 分の1。ああ、82.6 分の1。残念、87.4 分の1。あー全然違えじゃねえかよ。これ初級じゃないですか、3連チェリー。まあ初級だけどいらねえっていうところだよね、まあ、87.4 か。でもちょっとそれは、はい、ミスです。はい、81.6。 ちなみに言っていい、レア付き星じゃね。レア付き星は 81.6 だよね。俺そのだって 81.6 を適当には言ってないから。ラクダクイズ、ラクダクイズラクダが引っ込む対応薬、ラクダが引っ込む、外れ、正解、通過、通過、外れだけどフェイク中に頻発、はい、星、星、星はリプレイ、月、月星、ハテナ、ハテナ、レア月星、鳥、鳥、鳥、ピヨ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 、ラクダ、蝶、蝶、レンチェリ、流星群、流星群、チャンス目 A と、タンチェリ。あー、最後だけ。いや、タンチェ、本当はチャンス目って書いたんでしょ。チャンス目 A と B。 いや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 、B で出ねえんだよ本当に。本当はこれは言わして、今日 B も出るって書いてあります。うん、書いてあるんだよね。書いてはあるんだけど出ねえんだって。これ俺のプライドが邪魔をした。これクイズなんで。ラクダクイズ最後外した ね、 あのね、チャンス目 B はねマジであのデンデンデン以外から出ねえんだって。本当に出たことないの。まあでも書いてあるか書いてないかの話だもんね。まあそれで言えば書いてはあるね。496でこれで516でしょ。この次で20ゲーム目、ここまでが多分フェイクだと思うんだよ俺。これはどこにも書いてない俺予想なんだよ。でこれ21ゲーム目なんで、こっからまだこれが、あーね、だからフェイクが終わってから多分レア付き星が出るのよ。おそらく21ゲーム目以降そのフェイクっぽいのが続けばそれすなわち本物だと俺はちょっと思ってます。ダウンって書いてある。ダウン、状態の態度ダウン。へえ、いや、じゃあ俺すごくない？こんなの見たことないけど俺の体感でやっぱりそうだった。まあでも実際普通に考えてそうなのよね。あの外れた要因室のラクダが引っ込むと通過があって、
要はフェイクでね、フェイク状態は通貨がいっぱい選ばれるってことは、裏を返せば通常状態はヒックムが選ばれるわけだから、ヒックムが選ばれるってことは当然ダウンだよねって、期待度的には。まあ普通に考えたらそうなんだ、やっぱりそうだった、そりゃそうだよ、ね。あと俺調べの話すると、まず降格とか状態の確定パターンで、まあでも俺も全てのサイトを見てるわけじゃないからあれなんだけど、ガーラジンがポーンって落っこっちゃう、外れたいよ、あれでリプレイはあの実戦上降格以上、もしかしたら期待度激高ぐらいで確定ではないのかもしれないけど、実戦上ねあれは降格。もう一個はまあもう王道なんだけど、青ローズ出てきたらフリーズ確定って書いてあるんだけど、あれは嘘なんですよ。実際この間もね、俺自分で目の当たりにしたんだけど、青ローズは SAC オア裏 AC オアフリーズ。ただ SAC 裏 AC がいきなり出てくることって裏モードでしかないから、まあなかなか結局ないんだけど、まあ、あー現時点での滞在が確定、現時点での滞在が確定。いやーどっち、あー弱い方お願い、よし、あぶねー、930ゲーム、28000、ギリギリ天井までいかなかったわ。まだ天井まで270ゲームあるじゃんと思いきやね、現に今900ゲームぶりの降格だったんで、これ単発だったらまあ今日はもう負けです。この6号機時代に朝一初当たりに28000、獲得70枚だったらまあまあもう基本終わりだよね。あー頼むぞ、状態準備 A か B か、7ゲーム、これ8ゲームでしょ、もうなんか落ちてると思うんだよ、だいたい多分ね、はいはい、これね状態中ならまあまあこれで当たるんだけど、そうそう、降格とか状態準備とか引き戻しだとあれ別にあれなんだよね、おそらく当選率は一律なんですよ、あの降格でも状態でも状態準備でも引き戻しでも AC 自体の当選率はどの状態にあっても一律で、転落率の違いだけであの実質的な当選率をが変わってくるですけど、一応この台降格とか状態に転落保証っていうのがあるんですよ。転落しない保証ゲーム数っていうの概念があって、0ゲーム10ゲーム20ゲームっていう3パターンがあるなんだけど、確か 90% 以上の確率で0ゲームが選ばれるらしいんですよね。もしかしたら降格ではほとんど選ばれないけど状態の方がそれが選ばれやすいとかがあれば、実質的ななんていうの継続率が上がるから、そしたら実は状態ショートと降格って転落率同じで、まあ、その辺の数字一切出てないから妄想なんだけど、あ3万円なくなった、3万円なくなったわ、単発1回で必勝パンチェ。78ゲームね、7回目のタンチェ、ここまで降格が確認取れたのが1回。あもうふざけんなよ。81ゲーム、これで当たってないとさっきのタンチェはほぼほぼ上がってないって感じになるんだけど、もう当たってない、ちょっとイライラし始めた。はい当たってません。はあいやマジこれ地獄よ、もう俺このクソ台一生打ちたくないって今思ってるよ。は2 1、あれ数え間違えた、数え間違えた、1のはずだったんだけど、有利観点上35,272。でもこれまあ絶対ここまでは打つんだよね、まあ朝一打った時点で300までは絶対打つじゃん、でその時点でまあ探知3回の3の1でまあ判別不可で、その後の探知が400あたりで引いたやつで多分や、まあ、やギリギリやめれるかどうかのラインだよね。でそれ超えたらもうだってやめれないし、今ここまではレールの上に乗ってたからまあ別にいいんだけどさ、この単発で終わったらさすがに、さすがに、さすがに、さすがにちょっと無理。はい、119枚も取れたわ。ここから状態ショートかロングか超ロング、ロングがだいたい3サブ1ぐらいって言われてるんで、落ちてない？
落ちてない？いるー、26ゲームいるー。でも当たってないけど、ロングの可能性ちょっと出てきた。26でいるわ。てかどうして当たらんの？じゃあお前ダメだよ。あ、ちょっと待って、やばいって、やばいって、危ねえ、いや、やばいって。いやだからいるんだよ今ってことは、もう大体ロングだよ40何ゲームって。あ、バッ、やっと当たった。58ゲーム、超ロングない？危ねえよもう。ただもうほぼロングよこれは、さすがに。ショートでこんなんはキモいよ、引きが。そんなのは16%、謎に薄いとこ引いた。3セット目終了。あっつ、いやもうなんで。よし、最高のレンチェ、あそこでローズレンチェ。いやこれはもう単チェで戻したということにするわ、どっちでもいいけど。多分だけどその状態から落ちた場合はその有利区間終了待ちの状態になって、で探偵行くと状態復帰抽選っていうのが行われて状態に戻るんだけど、当選すれば多分ロングから落ちた場合はロングに戻ってくれるとは思うんだよね。さすがにそこで落ちてショートって実質格下げ、格下げではないんだけどね、一回落ちて 戻るというか上がってるわけだから。美の皮1枚で奇跡のつなぎ方、54のあと35点、ショート4回分ぐらい単発を今回避したわ。実戦上確定パターン、5セット目アップテンポバージョンに変わらず、それはそうだ。ボーナス当選率 25%、 練習中に10回目引いて、よし、いやー1回もバーゾロイ引いてない。かあ、ダメ。おい、え、これ推定2以上なんだよ。よし、42ゲーム。危ねえマジで。よし、いる演出は当たった演出でも選ばれやすい、つまりこれはさすがに当たり、弱い方だけど。いやーボーナスないの？ない。よし、月星以外で状態以上、これで滞在が確定、かつ滞在確定すなわち当たった可能性もある。これで、はい、そういうことね。やっぱ多分あの手びつぼリプレイで当たった。よーし、即連っぽいな今のリプレイで当たったか、まあここか。あ、10セット目の 20% 取ってない、取ってないかも、取ってるかも、取ってない。おお、第2停止で落ちた。あ、ってことはだ、第2停止で落ちた、これよく反応したな。いや第2停止で落ちるわ、これあのドラえもん張ってんだ、ほらこれ実戦上確定パターン、しかもリプレイ発展だし、レア役対応パンチェで、これ B じゃない、7、このタンチェ、ま、でも本前中だとダメか。でもこれがだからストックだね、止まったけど結果こっちで当たり、はい、もう半分返ってきたって思ったら結構いいな。やっぱ感情が揺れ動くねこの台は、揺さぶられる。ごめん落ちた、悪い、俺死んだ。
あー本当に死んでるじゃん。もう状態ではないな、状態中には出ないから、だから引き戻し、あ、惜しい、 A か当たりか、当たってない、引き戻し A だ、頼む、引き戻し A はマジで引き戻して、うん、まだいる、今いる、頼む、よし、これはマジで頼む、もう今いたゲームの次ゲームだから絶対これあの引き戻しで抽選されてるんだよ。いやー危ないな、これ当たってなさそう、うわあれ当たってないわ、本当につらい、だって絶対に抽選状態で引いたんだもん、あれ、うわーまた引いた、頼むさすがに、うわいやもう落ちてたまであるなこれ、うーわキモキモ、いやさすがに、よし当たった、当たった、落ちてなかったということにしたい、引き戻しか転落して広角に上げての可能性もどっちもある、引き戻しだとすれば探知を外してることになるんだけど、で引き戻しじゃないとすれば転落後の探知で上がってることになるんだけど、どっちでもいいじゃんって思うかもしれないんだけど、まあ実際判別ができないんで今のは、この後のあれに影響があって、引き戻しで当たった場合は絶対に状態に行くと、ただ引き戻しから落ちて広角で上げてた当ててた場合はこの後状態準備に行く、有力管理セットの引き戻し、次の引き戻し権利は25ゲーム以内にもう1回当選させないとどっちにしてもつかないから判別は今のところできない、引き戻しから落ちてたとしたら広角に上がったってことで設定差があるから嬉しいんだけど、でもそれだと状態準備だし、だから引き戻しのまま探知を2回も外した雑魚だけど結果その後当てたって思えばそっちの方が次状態ショート以上だから熱い、まあとにもかくにもここの2連目がめっちゃ大事、引き戻し権利があるかないかで全然違うからこの場合、熱すぎる1ゲーム目のレンチ、全然熱くない、あーすごい確率、チャンスね、状態準備、状態中は設定1で 19.9% ぐらいボーナス、確か6で 23.4% とかかな、はい、5分1、約5分の1でボーナス、いや当たってねえな、当たってねえわ、ボーナスは、ボーナスはっていうかボーナスも AC も当たってねえ、あーこれ渡ってほしいね、あー弱い方だけど、よし OK、 これで状態以上かつ引き戻し、いやあのチャンスでボーナス欲しかったけどね、はい単発取って、単発じゃねえ2連、見た目上の広角のカウントが今12の2なんですよ、6分の1ってことは設定1の半分以下、まあまあありえないよ、本当に嫌な気持ちになるなこの台、はあ、広角だよね、レア月星で広角上がった311ゲーム、いやこれ当たれば25、みなぎってきた、しかも当たったわ完璧、あこれドヤリ席になっちゃうわ、でーんで、まあいっか、ここで飯行こう、あぶねー、これで状態プラス引き戻しどっちも取ったわ、これ26ゲーム目なんだけど大丈夫なやつです、その前にすでに当たってたんで、ということで飯食って帰ってきたら状態でした、やったー、うわー1ゲームふー、いやいい飯だったな、ならば、あー1ゲームだよ、コインロス、昼飯食って帰ってきたけど未だに朝一からのメンツは変わらずだね、アラジンのやっぱ朝からアラジン打つ人はそうなんだよ、好きだから、まあそうだよな、よし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 、1角
通に AC 当たれ、おい複合でもまあこれちょっとあれだよな、はい、裏 AC とかほどではない。え、なんでなんでなんで、押し順突き押しでこれ出たんだけど、ストックだすごくない、前リプレイで1回出たことあるんだけど、これはストック確定だったもん。全約抽選でクソ薄い押し順突き星でのストック。いやこれすごい、これ全国の荒笠の皆さんも衝撃じゃない、がっかりだね。確定でしょ、だってハズレだったらわざわざあんなこと言わないでいいんだもん。いやびっくりした今の、うわ戻ってきて一発目でこれ、5セット目 BGM 変化 20% なし、パンチェ286 12回目、あーうわー超ロングいった、初めて見た、初めて引いた、超ロング超ロング、新月今のタンチェで超ロング飛んだ、勝ったわ感想。いや当て、まず当てよ、ちょやばい初めて見た、ふわふわしてる、ふわふわしてる、あーそうそう、ここもすごいね、びっくりした、やば超ロング、もうこれ今だから超ロング中だから、もうはいはい、来た、バッハかかってもいい、来たー、これ感想は、感想感想ある、うわ初めて見た新月ステージ、この台の超ロング確定って現状2個しか知られてないんですけど、あの新月ステージと AC 中の小風がトタンチョ BGM 変化、あれ降格以降と抽選とは多分違うんだけど、一応数えてあげるか、降格行ったことにしといてあげるけど、降格移行率が 35% から 55% なんだけど、状態ショートロング超ロングに行くこともあるんですよ今みたいに、その振り分けは多分前世って共通だとさすがに思うんで、はい、なんで正直これはノーカウントなんですよね、多分設定判別的には。でも今たまたまこれ新月ステージ行ったけど、新月ステージに行かないで当たった場合、普通に降格行って当たったと俺は思うわけじゃん、あの超ロングに行ったら絶対新月ステージ行くわけじゃないから、まあいっか、なんでもとりあえずこれで多分完走なんでちょっとそれは大きく出てるけど、いやでも新月ステージがなんでレアかって、状態超ロングに初当たりにで行かないといけないの、いや初当たり前に、この通常時にいきなり超ロングに行かない限り行かないんですよ。その状態中、この1回連チャンが始まった後には超ロングに行くことはもちろんあっても、演出として満月ステージ新月ステージに状態中は行かないんで、有利区間リセット時の抽選か、まあ、今みたいな探知からクソ薄いところを引いて行った上で新月ステージ以降が選ばれないといけなくて、しかも新月ステージ満月ステージおそらく共通で、その状態移行後の多分ほんと 3,4 ゲーム間しか行かない、つまり1回そこにその状態に行った時の1回しか抽選されないから、そのステージ移行抽選は、だからめっちゃレアなのよあれ、あのね2000枚マストだから。ここで縁起の悪いことを言うと、俺人生初めての超ロング7連で終わってんだよ、7連完走で今3回目、ちなみにその時はフリーズです、フリーズは SAC200 以上プラス状態超ロングなんで、フリーズから完走しなくて SAC200 かな、途中ストックとかも取って実質ここの状態超ロングで連チャンしたのが7連、これは大丈夫です、弱い方だけど、よし、危ない、ああよかった、怖いわ、はあゼロ角、これでここで引き戻しの権利、もう超ロングともなるとね、マドカのアルティメットバトルみたいなもんなんだよね、終わるのが怖いっていう、なんかロングだったらもうちょっと続いてとかだけども、超ロングはもう完走以外負けみたいな感じしてる、ちょっとこれあー来た、あぶねー、うわえ連中で当たった 1.3% から 1.7% ぐらい、いやでかいでかいでかい、いい感じ、いい
で5セット目 BGM 変化、さらにボーナスチャンス 25%。 いやー厳しい。あー気持ちいい。おーストック。うわー熱い。期待度 80%。 1回も外したことない。80%、 1回も外したことない。よし。あー A と見せかけて7ない。お願い。よし危ねー。はいはいはい。よし、あとは AC 中のバー揃いか裏モード入れるか、もしくは状態中にまあチャンス目引いてボーナスを直撃させるか。このままいくと本当に純粋な AC のみでもう完走を目指すことになるから、このペースだと40セットぐらい必要ってことだよね。だいぶ厳しいよ。あ熱い。これもうね、これ何が熱いって羽だったじゃん。でこれついてるじゃん。これついてるとったら冷却対応なのよね。冷却対応で冷却の時はここ実践上ダイヤになるから、つまりこれが冷却が否定されると。お？ああ小風が途端長超ロング確定してたけど、ここもなんか付き方違う？もしかして普通の曲だったらあれだね、ただペアついてるだけで、こっちはあのドゥクドゥク言うね、音なくても気づくね。まだ終わってないわ。ああ復活。ジャグラー行って積もれんかったらマジ地獄だから、ね、あそっかそっか、こうなるようにやっと来たか。よし早いぞ。よし9ゲームノーマル。裏モードには行ってませんでした多分。あー即連だな、はい、即連だな。よし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 、これで出玉速度が上昇する。何かなーローズ。ああそっちか A。 まずい。あまずくない。まずくなった瞬間だった。よっしゃ危ねえ。耐えたー20連目。よーし53ゲーム。あー危ねー。青ラクダからのリリラ通過でさすがに当たるよ。はい押し順ナビとの複合はゼロ角です。このヘビツボちゃんはね。あー熱い。よしまあここだろうね大体。はい。これ当たったまであるな。ほらほら。状態中のヘビはマジ強い。ただ状態準備と引き戻しと広角のヘビはマジで弱い。当たってねえ。当たってた。よし当たってた単車だ。わあ当たった。2021ゲームぐらいに。うわここで落ちたんだけど。マジであと2セット3セットいった。40ゲームぐらいまでいたのにこの瞬間に落ちたわ。完走せんのかい。いやマジでこれはもう単純にセットが雑魚すぎたせいだわ。ハマりすぎた。マジ激痛なんですけど。頼むて。熱すぎる。これはね状態まあいるんだけど
当たったとは言い切れない。でもだいぶ熱い。よし戻した、戻したけど、いや本当にねストックも取れないしボーナスも引かないし、マジで完走できなかったのは引き弱だわ。隣だって俺より3セット少ない状態で完走してるからな。取ってこの引き戻しをもう一回つなげて、でもまあ常に最盛期でやめれるからもう正直言うことのない展開で、これで状態ショート以上、とりあえずサクッと1回当ててもう1回引き戻し権利を得ていく。うわー気持ちよすぎるでしょうこの静かさから。あーいや十分十分、あー悪くない悪くない、おわ強い方、よしよし楽だ、よし上台準備、あーというか当たってる、楽しい、ナイス。まずまずだな。ということで実戦終了でございます。お疲れ様でした。朝一もう今日は口になってました、アラジンを打つんだと決めて20番ぐらいでの入場でね、まあ余裕でしょうと思っていたらなんと最後の1台でございました。危なく確保したアラジンで朝一900ハマり、投資35,000円、そこからなんと奇跡の超ロング、直超ロングですよね。はい、新月ステージが見れて大満足です。ただね惜しくも完走未遂、あと2セットないし3セットで完走だったんですが、ちょっとあの状態中ハマりが多すぎまして、正直セット数的には完走しててもおかしくないぐらい言ってたんですが、ちょっとコインを減らしすぎてしまいまして2000枚で終了、まあ、その後2発引き戻して最終的に3044枚、いやよかった、本当はもう500枚勝ちたかったんですけど、まあまあいいです。はい、設定がね分かんないんですよ、あの降格以降に関してだけは取ってる数字で言えば1をはるかに下回ってますんで1と言いたいところなんですが、2つあるんですけど、1つはジードが出てるんですよねボーナス後に、でしかも最後、まあ、約5000ゲームで単チェイが112分の1とだいぶいいんですよね。6で124、1で138。まあ、降格以降に関しては見えてる分しかカウントしてませんのでね、見えない降格でそのまま転落も十分にあることを考えれば、まあ、それだけでの判断は。ただ、じゃあ6とかって言われたら、さすがに6は厳しいでしょうと。まあ、隣もね、超ロングで一撃っていうのはありますけど、現時点では3台とも、3分の3で3枚がプラスになってて、で、右の台は明らかに俺の台よりは設定が良さそう。ちなみに、店内状況としては、まあ、5のつく日マイジャグって思ったんですけど、マイジャグよりアイムジャグラー の並びでバーっていいのがあったんで、アイムの方がなんか配分的には良さそうな気はします。まあ、マイジャグでももちろんいい台はありました。昨日ね夜サラリーマンスロットで来てるんですけれども、番長ゼロが昨日設定入ってたんですよ。それはそれで見ていただくとして、実は4、5、6積もりまして、はい、まあ、今日も何台か良さそうなのがあったんで、でそれ以外にもねアネモネの角とかもいいですし、なんか全台丸ごとっていうところは多分ちょっと分かんないですけど、あらでも反逆良かったね、うん、まあ普通にそれなりにこう単品で入ってる感じが見受けられました。アラカスとして今日は新月ステージが見れたっていうね、今まで見たことなかったんで、もうそれだけで大満足でございます。いただきチャンネルでは初めて決めましたけど、スロット機コーナー痛み店、今ね珍しいというか厳しいと思います、スロ戦は。そんな中でも頑張ってやってるお店なんで、今後も頑張ってやっていってほしい、そして我々をもう一度呼んでほしいという思えるお店でした。本当にありがとうございました。そして今後のいただきチャンネルの収録予定はこんな感じなんで、でん、ぜひお近くの方は遊びに来てください。それではチャンネル登録お済みでない方は忘れずに、さよなら。北斗宿命の終了画面。